これは東方プロジェクトの二次創作です。独自のキャラ設定、オリジナルキャラ、暴力的シーンや表現などが含まれている可能性があります。それでもよければ、どうぞゆっくりしていってね。ああ、お前らマジか、下手すれば全員巻き込むことになるんだぞ。キルノちゃんたちは賛成してくれたよ。このまま隠れてるわけにもいかないし、一撃だけサポートするならリスクも少ない。二度目はバレるかもしれない。だけど完全無意識化なら一度目の成功率は 100% だよ。全員敗北すれば次はここを狙われる。それはレイレイがいなければの場合よ。レイレイは力や気配を感知するわけじゃないの。そこにある魂を見て判断する。魔女相手なら通用するかもしれないけど、レイレイにここがバレるリスクはあるわ。それじゃあ私たちは何もできないの。戦いたくはないけど力にはなりたいよ。かぐやとかかなこたちも動いちまった。私たちはどうするよ。そうね、できれば手助けするのがベストだし、他に何かできればいいのだけれど。ならば修行をしてみてはいかがですか？おかえり。主要って言ったって、ここじゃ戦いにくいわよ。戦える空間くらい生成できます。そこのリブルさんはまだ主要の途中なのでは。それにテイさんも戦う決心をされました。あれ、なんでそんなことを知ってんの？戦うってマジかよお前。うん、祈るだけじゃ嫌だからね。そこで向こうに主要の手伝いをしてほしいんだ。私に、私先生って柄じゃねえぞ。あん、先生。そういえばケイネさんがいませんね。そうだやべえ、あいつ今どこで何やってんだ。私が見てあげます。しばらく待っていてください。お、悪いな。それじゃあリブルちゃん、私が戦い方を教えてあげるよ。別に回復系使わなきゃいいだけだし。あたいも手伝うぞ。嬉しいけど、自分たちの修行をした方がいいんじゃないの。今頑張っても戦力にならないよ。いいえリブルさん、あなたは今力を覚えた方がいい。え、ねえ、ゆうか。でも、私は今。あなたには戦う力が宿っています。育て上げれば吸血鬼にも劣らない身体能力を得られます。自分を信じてください。本当ですか？はい、ですがその代わり、士気が早まる可能性が高くなるでしょう。でもそうだよね。戦うってそういうことだもん。だけど頑張るよ。戦うって決めたからね。せめてキルノを超えたい。あはは、値を超えるのは無理だよリブル。千年、いや百年早いね。年数下がってるよキルノちゃん。頑張り次第ではありますが、あなたは最悪破れて身を滅ぼす。しかし乗り越えれば強大な力を。あの者の手によってね。その話は本当なの？うん、レイレイがそう言ってた。どういう意味だと思う？これ、レイヤちゃんに話した方がいいかな。いえ、このことは誰にも話さないで。ありがとう、レイレイがどうしてああなったのかわかったわ。え、本当に？だけどごめんなさい、それを教えることはできない。はぁ、どっちの味方をするべきなのかわからなくなったわ。フラン、これだけは言っておくわ。レイレイのことを深く知るのはやめた方がいい。きっとあなたもレミリアも、悟りたちだって戦えなくなってしまう。きっとそれは敗北を招く結果になる。レイレイの気持ちはわかるけど、それを乗り越えようと霊夢たちは頑張ってる。あなたたちは霊夢の味方をし、ただ突き進むことだけを考えなさい。私は、少し気持ちの整理がしたい。お願いだから誰にも話さないでね。うん。ごめんねみんな、私はちょっとここを離れるわ。リブル、デイ、頑張ってね。うん。それじゃあね大妖精、あとは頼んだわよ。はい。おい、お前ここに何があるかわかるか、何か隠しているのは間違いない。ああ、何かを隠しているのは確かだ。しかしそれを確認することはできない。あいつの力は相当なものだ。勝てる相手ではない。珍しく弱気だな、何を隠していると思う？戦いにならないと言った方が正しいだろう。本当の意味でな。何を隠しているのか、それはあの小娘の中に宿る幻獣が知っているだろう。あいつの中に宿れば会話することは可能だが、おそらくは世界の原点となる何かであると私は考えている。幻獣が守るものとなれば全生物に関わる重要なことだ。お前が言っていた絶無の世界とやらに関わる何かだな。多分上の神々も動いてる最中ってところだろうな。どうすることもできん。だがせめて原初の魔女を倒すことができれば、少しは変化がなれるかもな。レイレイについても調べておくか。一番簡単に情報を得るとすれば、あいつだな。そうか、調べ物してたのか。誰か迎えに行った方がいいかもな。それじゃあ私が行くよ。別に連れてくるだけだからね。そうか、悪いな。私も行きます。動かれると見つけるのも難しいですからね。悟空とオリンはこのまま待っていてください。よければ皆さんの修行の手伝いを。わかりました。了解です。それじゃあ私たちは始めよっか。そうだね。ラクシミ様、お願いします。わかりました。私も少しだけ手伝ってあげましょう。お、それは嬉しいね。それでは、悪夢の世界へ行ってらっしゃい。よし、いいぞ、その調子だ。なんとなくコツを掴んできたわ。何よ。ふむ、この大きさならいけるな。もう、なんなのよ。ヤクモラン、もう霊夢は引き金は扱えるのか。まだだ、基礎を覚えた程度だな。そうか、武器は2つ用意してある。最低でもエネルギー源となる引き金は2体用意してほしい。それと霊夢自身に宿らせるものをな。どんな戦闘を行うつもりだ。片方はマスターマテリアを装着した魔法銃だ。本来古代の技術がなければ発動するのは難しいが、引き紙と霊夢の意思が一致させれば発動できる。もう片方は術を中心とした銃だ。
同じような方法で発動できれば引き金を引くだけで隙間や結界を生成できる。多分普段とは違う無双封印も放てるだろう。霊力とは違うから相手は選ぶだろうが、威力は上げられる。お前の技術もそこまで可能になったか。あれほどゆかり様が武器の製造はやめろと言ってきたのに。そこはシドニーに言ってくれ。私も破壊神との戦い以降に身の危険を考え始めた結果だ。それよりも少し霊夢を借りてもいいか。どうするつもりだ。出来上がった武器や装備の性能テストをする。それと、銃など扱ったことはないだろ。射撃練習もしたい。一応あんたのゲームに付き合った時に触ったことはあるけど。何年前の話をしているんだ君は。一度も人に当ててないだろ。とりあえずついてこい。そんなことないわよ。確かヨウムの脳天に一発。やったのはソフィアだ。少しは彼女を見習え。そうだったっけ。ふふふ。そういえばあの時のメダルまだ持ってるわよ。ああ、懐かしいな。またあのゲームの進化版でも作るか。今はレミフラもいるし面白いことになりそうだ。次は殺し合いとかやめてよね。わかったわかった。霊夢の中で何か心残りがあるな。一体何だろうか。マリサかアリス、またはソフィアに関連することか。迷いがあれば隙を生む。それに解放されているだろう。力も引き出せていない。本番前までには何とか。ランシャマ、ランシャマ。ゆかり様はどこに行かれたのですか？ああ、今頃は巫女の力を封じているはずだ。すぐに戻ってくるさ。そうですか、ランシャマ。ジェンは霊夢と一緒に戦っちゃダメなんですか？ランシャマとも一緒に戦ってみたいですよ。気持ちは嬉しいが、やはりな。もう、お留守番は嫌ですよ。たまにはみんなとも遊んでみたいです。ランシャマは、ジェンのことが信用できませんか？確かに、このままでは何も経験できずに成長してしまう。しかし外は危険でいっぱいだ。蘇生もできない環境では。ゆかり様と相談してみる。それでいいかな。はい、ありがとうございます。できればこの笑顔をずっと守っていたいのだが、どうやら願い通りにはいかないみたいだな。何よこれ、これが装備なの？そうだ、着替えてこい。霊夢さん、こちらへ。あ、はい。なんだ、思ったんだけど、部下みたいな力を銃に取り付けることはできないの？あんたの技術ならできそうな気がするんだけど。無理だね、それには人工的な魂を生成する必要がある。一応プログラム的な能力によって一時的には可能だがな、メカニトリがその性能を持っている。だがあまりにもエネルギーの消費が激しい。それだけ君たちの力は強力ということだ。とにかく早く行ってこい。はいはい。ルカ、ヤシトラの話で確定的になったが、君の力は思いを宿らせる能力だ。心や感情的な身体能力を向上させる強力なもの。はそこで思ったのだが、扱わない能力とその細胞を除去しようと思う。そうすれば残された能力が覚醒レベルにまで到達する可能性がある。そして君自身の能力を最大限にまで引き出せば、進化能力に近い性能までいけるかもしれん。思いを宿らせるってことは、うまくいけば道具やその他のものに石を生み出させることもできるかもしれない。つまり生きた道具だ。物に霊が宿るイメージですか？そうだな。それが武器ともなればアリスのような戦い方もできるだろう。ただ心が宿るとなるとわからんな。必要な能力や細胞というのは、ふむ、体に変化を起こさせることは難しいが、性質な部分で選ぶと戦いやすいかもしれん。例えばそうだな。身体能力の向上と魂の役立つを防ぐ。レミフラと三頭身全員、ルカの能力と合わせたいからミネとサナエ、魔力のバランスと神々の気を考えてアリスとヘカーデア、記憶と空間生成を考えてキメオ君とヤクモユカリ、知恵と戦闘センスを考えてヤゴコロエイリンとレイゼンだな。いざ酔い昨夜の能力はもちろん、これだけ絞ればヘカーデアみたいに体が3つにできるかもしれんな。闇は相性あるそうだからルーミアとゾディアークノは外そう。なるほど、確かに使ってない能力も多いですからね。ふむ、まだ考え中ではあるが、相性とバランスが大切だからな。組み合わせもしっかり考えなくては。ねえ、胸のあたりが苦しいんだけど。あれ、おかしいですね。サイズは間違ってないはずなんですが、成長期ですかね。マジで？私にもまだ可能性が、サナエを超えるかしら。無理だと思います。ふむ、これはデータを更新せねばな。やめろよてめえ、恥ずかしいだろ。ほう、似合ってるじゃないか。なんか頭が重いんだけど、このリボンに何か入ってるの？霊夢さん、これを耳につけてください。それは動力源と敵を感知することができる装備だ。つまりそれで霊戦のような力を得られる。そしてこちらのデータを更新することですぐに情報が共有される。つまりルカやメカニトリと繋がってるってこと？それとエネルギーの量は？そうだ、互いに見たものは共有され、その戦闘データをスーツに記憶させることができる。つまり戦った経験を得られるんだ。エネルギーは一応最先端技術で作った電池だ。技を使わなきゃ500年は持つ。まあ無双封印200発は打てるだろ。そのスーツを着てるだけでも身体能力は吸血鬼以上です。一応パワー型、スピード型、バランス型で設定を変えられます。なんか昔のソフィアみたいな性能ね。おい、持ってきたぞ。おう、センキュー。それがさっき言ってた武器？そうだ、一応引き紙が宿っていなくても銃としての性能はある。メカニトリの波動砲を連射できるぞ。早速射撃の練習だ。練習って、どこでやるのよ。そこで待ってろ、すぐに始める。頑張ってください。思ったより銃は軽いけど、両手が塞がるのはちょっとね。ここでどうするのかしら。うわ、景色が変わった。霊夢、ヘッドホンにボタンがあるだろ。それを押してみてくれ。ボタン、これかしら。
は、体が疲れ出した。その状態が身体能力向上状態だ。すべてが倍になってる。動作には気をつけろ。それと状態上を防ぐマスクも今作ってる最中だ。それで大半は防げる。綺麗な酸素を常に送り込む。水中戦でも役立つから大切に扱え。スーツは耐熱性に優れており、全属性耐性にもなってる。マジで言ってんの？全員分作れば？そんなスーツでネクラや鬼神が着ると思うか。よってサナエや霊戦あたりだ。そう、結構かっこいいと思うけど。すべての機能は正常に動いてるか。はい、特にエラーもありません。正常です。よし、テストするために誰かを選びたいな。誰がいいと思う？とりあえずこの辺でいいんじゃないですかね。まあ最初はそんなもんでいいか。そんなもんとは、霊夢。第一のテストだ。目の前の敵を一人残らず殲滅しろ。敵？敵って誰よ？あ、あんた。ははまさかのまたまた出番が来ましたー。ボッコボコにしてあげるから楽しみにしててねー。霊夢チワーン。最悪だけど最高ね。ちょっとストレス発散したかったところよ。よろしくね。